んか生配信ちょっとしたいなって一瞬思った。あ、いいね、行きたいよ。そしたらあんなさそう。でもその自分の動画もそうなんだけど、まあ、非公開じゃなくて一応まあ限定公開っていうので、うん、再生リストにはさちゃんとまとまってて、うん、そういう風に一応させてもらった。見れるのはするよね。うん、全然見れる、全然見れる。うん、一旦そこリセットという気持ちを込めて。で、もうね、9年前ぐらいになるんだけど、2013年から俺の初めてニコニコ動画に投稿した楽曲のリマスター版を昨日あげた。そう、すぐその時に初めて柚木ゆかりと一緒に楽曲を作ってニコニコに投稿したっていう、うん、だからその時の勢いを込めて試行錯誤してきた音の集大成というかね、うん、それをこうぶつけたものっていう形で投稿したって感じなんです。今後だからその、はい、さっきの串の確認なんですけど、はい、腹とはんぺん、れんこんでお持ちがあった。はんぺんがニンニクですね。はんぺんがニンニク、あ、申し訳ございません、はい、ありがとうございます。ここにこれポン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 上げてたやつ、うん、要は音があんまり良くないわけよ、その当時に。そう勢いでやったからすごくいいものがたくさん詰まってるはいるんだけど、それをまたリマスターしてどん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 出していこうかなっていうふうに考えてる。いや、なんか、うん、たまにさリマスターが上がるから元のがなくなるみたいな、あ、結構あるかもね。たまにあるって普通はそうだよね。でも逆に自分が昔こういうのがあったから今こういう形があるんだよっていう、うん、証明になるからさ、なんか前のやつの方が違ったなみたいな、たまにある。そう、そういう意見もでも大事。あ、やっぱりじゃあその時の当時の良さと今ないものっていうのはやっぱあるんだなっていう自分で客観的に分かる部分だよね。あとはそうだね、自分はやっぱりそのラウドロックとかメタルとかね読みながら、まあ、昔から言ってるけど、まあ、ロックが苦手な人でも、うん、なんだろう、この曲いいなって思ってもらえるような曲を今後作っていきたいなっていうふうに思うし、で、やっていこうかなっていうふうに思って。